UEFA チャンピオンズリーグ2005から06決勝。UEFA チャンピオンズリーグ2005から06の決勝戦は2006年5月17日にフランスパリ郊外のサンイコールドニにあるスタッドドフランスで開催されスペインの FC バルセロナとイングランドのアーナル FC が対戦した。優勝経験がある FC バルセロナは5度目の決勝進出。 一方のアーセナル FC はロンドンに本拠地を置くクラブとしては初の決勝進出。初優勝を目指していた。決勝に進出するにはグループリーグと決勝トーナメントを合わせて12試合を戦わなければならない。バルセロナはグループリーグを勝ち抜いた後、チェルシー FC、SL ベンフィカ、AC ミランを下して決勝に進出し、アーセナルはグループリーグを勝ち抜いた後、 レアル・マドリード、ユベントス、ビジャ・レアル・ CF を下して決勝に駒を進めた。試合は激しい雨が降る中で行われた。アーセナルは GK イエンス・レーマンを前半途中に退場処分で書いたが、DF ・ソル・キャンベルが先制弾を上げ、前半を1から0で折り返した。後半、バルセロナは10人となった相手に攻めあぐねていたが、MF ・アンドレス・イニエスタの投入で、 ダイナミズムが生まれ始める。すると76分、バルセロナは FW、サミュエル・エトーが同点ゴールを決め、81分には途中出場の DEF ジュリアーノ・ベレッチが逆転ゴール。試合はこのまま終了し、バルセロナが2-1で勝利。1991から92シーズン以来14、シーズンぶりのヨーロッパチャンピオンの座を手中に収めた。 UEFA チャンピオンズリーグ本戦の出場資格は UEFA リーグランキングの順位によって各国リーグに振り分けられさらに本戦に直接出場できるクラブと予選を戦わねばならないクラブに分かれアーセナルは2004から05シーズンのプレミアリーグを3位で終えバルセロナは2004の05シーズンのリーガーエスパニョーラで優勝したため共に予選を戦わず 本戦グループリーグからのストレート出場となった。グループリーグは4クラブによる総当たりのリーグ戦で行われ、上位2クラブが決勝トーナメントに進出する。決勝トーナメントは、ホームアウェーの2試合の結果によって勝敗が決まるが、通算スコアが同じ場合は、アウェーゴールルールが採用される。それでも決着がつかない場合は延長戦、PK 戦が行われ、勝敗が決定される。 UEFA は観客収容人数、インフラ、市や空港の協力などを勘案し、また多民族国家であるフランスの多様性を重視して決勝をフランスパリ郊外の3イコールドニにあるスタッドド・フランスで行くことに決定した。スタッドド・フランスは九百九十九の二0シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ決勝の舞台であり、初めての同国勢対決となったその決勝は、 レアルマドリードがバレンシア CF をマイナス0で下している。2005から06シーズンは初めて UEFA チャンピオンズカップが行われた1955から56シーズンから50年目の節目の年にあたり、50年前も同じくフランスパリにあるパルクデプランで決勝が行われた。パルクデプランスは1974から75 シーズンの UEFA チャンピオンズカップ決勝、1980から81シーズンの同決勝、1977から78シーズンの UEFA カップウィナーズカップ決勝、1994から95シーズンの同決勝、1997から98シーズンの UEFA カップ決勝を開催している。FC バルセロナは本拠地。 カンプノーに隣接するミニエスタディでテレビスクリーンによる決勝戦の放映を行い15,276人の観客を集めた。パリへの遠征直前には選手たちが屋根なしの2階建てバスに乗り込みバルセロナ市のメインストリートに集まった120万人もの人々とリーガーエスパニョーラ優勝の喜びを分かち合った。アーセナル FC はグループリーグで AFC アヤックスに失点を喫してから919分間連続で無失点を続けており、連続無失点記録を引っ下げて、パリへと向かった。アーセナル FC は1999から2000、シーズンにガラタサラエスケと UEFA カップ決勝を戦って、以来、6シーズンぶりの欧州カップ戦決勝であった。その試合は、PK 戦一から四の末に敗れたが、 UEFA カップ決勝を戦った選手では、FW ティエリアンリと FW デニスベルカンプが残留しており、DFCUB には FC バルセロナに席を移して、今回の勝ちに臨んだ。スペインとイングランドのクラブが決勝で顔を合わせるのは1980から81シーズン以来2度目であり、その際はリバプール FC がレアルマドリードを1の0で下して3度目の 欧州制覇を果たしている。アーセナル FC はロンドンに本拠地を置くクラブとして初の決勝進出であり、FC バルセロナは1993の94シーズンの決勝で AC ミランに0の4で敗れて以来の決勝進出であった。FC バルセロナは1960の61シーズンと1985から86シーズンにも決勝に進出しているが、 5回出場した決勝で勝利したのは1991から92シーズンに UC サンプドリアを下して初優勝を飾った時のみである。2週間前に国内リーグで優勝を決めていた彼らは FW、ロナウジーニョや FW、サミュエルへとを擁しており、ヨーロッパ大陸で最も優れたチームと認識されていた。MF デコは試合前に昨年の決勝で A.C. ミランは3-0とリードしたが、その後3点を取られて敗れた。僕らは、試合に真剣に取り組むべきだ。心を落ち着かせて、絶対にミスを犯さないように集中するべきだと述べ、F.C. バルセロナに分があるという意見を否定し、彼らが満身しているわけではないと断言した。アーセナル F.C. は今大会の決勝までの12試合を2失点に抑えているのに対して、 FC バルセロナは2005の06シーズンの全大会を通じて114得点を決めており、対照的な2クラブの対戦となった。決勝に進出した2クラブは、金銭面での利益も保証され、アーセナル FC の場合は優勝すると、賞金や分配金などで約3730万ユーロが手に入り、準優勝に終わっても、 約3470万ユーロを獲得することが出る。FC バルセロナの場合は優勝すると約3150万ユーロの収入を得られ、準優勝でも約2890万ユーロを獲得する。参加賞金も含めて UEFA チャンピオンズリーグの優勝クラブには約640万ユーロが、準優勝クラブには約380万ユーロが与えられる。 2004から05シーズンの決勝で、リバプール FC が5度目の優勝を飾って、優勝トロフィーの永久保持権を得たため、2005から06シーズンの優勝クラブには新たに制作された優勝トロフィーが与えられる。FC バルセロナは、江藤の後ろに、ロナウジーニョ、MF デコ、FW リドビクジュリを並べる4から2から3から1、フォーメーションで臨むことが予想された。 FW リオネルメッシは準決勝のチェルシー FC 戦セカンドレグで腿の筋肉を痛め、それ以来試合に出場していなかったため、決勝に出場できる健康状態か疑問視されていたが、22人の登録メンバーには入っていた。ところが、フランクライカールと監督は彼の離脱を明言し、メッシは決勝には出場しなかった。一方のアーセナル FC は、 ティエリアンリが1トップを務める4から5から1フォーメーションで臨むことが予想され、左サイドハーフに若いホセアントニオレジェスを起用するか、ベテランのロベールレスを起用するかが争点になった。レジェスは決勝までの12試合中11試合に先発出場しており、ピレスは先発回数こそ6試合ながらグループリーグで2得点を決めていた。ピレスには、 ビジャレアル c f 遺跡の噂が昇っており、この試合がアーセナル FC でのラストマッチになる可能性があるとされた。決勝当日の朝には、ノルウェーの新聞ドランメンテーデンネに、副新のレヘルマン・ボーガンが FC バルセロナのシャツを着て写っている写真が掲載され、UEFA は彼をアールド・サンデットと交代させた。ノルウェー人審判のルーン・ペダーセンは、 審判が疑惑を招く行動をしないことは不分理であると述べた。FC バルセロナはシャビとアンドレス・イニエスタを先発メンバーから外し、中盤にエジミューソン、マルク・ハン・ボメル、デコを配置した4から3から3フォーメーションを展開した。この試合が FC バルセロナでのラストゲームになる可能性のあったヘンリク・ラーショーンはベンチから試合開始の笛を聞いた。 一方のアーセナル FC は負傷中のローレに得ため、マイヤーの代わり右サイドバックにエマニュエル・エブエを先発で起用し、シーズン中怪我に悩まされて、今大会では2試合しか出場機会のなかったアシュリー・コールが左サイドバックに復帰した。一トップのアンリの背後にはフレドリック・ユングベルが位置した。どちらのチームもホーム用、ユニフォームカラーにンジ色を採用しているため、 アーセナル FC の選手たちは、アウェー用の黄色いユニフォームに着替え、FC バルセロナは、ホーム用のユニフォームを着、アーセナル FC が、コイントスに勝利し、FC バルセロナのキックオフで試合が始まった。FC バルセロナは開始直後からプレッシャーにさらされ、アンリが2度もバルデスにセーブを敷いた。7分に、角度のない場所から FC バルセロナのジュリが放った、シュートは、 ゲンス・レーマンに防がれた。11分には FC バルセロナが32メートルの距離からのフリーキックを獲得したが、ロナウジーニュのキックは枠から大きく外れた。18分にはこぼれ球をジュリが押し込み、FC バルセロナが先制点を決めたかと思われたが、その直前にレーマンのファールがあったとして、得点は認られなかった。レーマンがペナルティエリアの外でエトを倒したとして一発。 退場処分を受けたが、これは UEFA チャンピオンズリーグ決勝史上初の退場者であった。レーマンを失ったアーセナル FC は、ピレスをベンチに下げて、控え GK のマヌエル・アルムニアを投入した。試合が再開されてロナウジーニョが蹴った、フリーキックは枠を外れた。レーマンの退場してから FC バルセロナは、さらなる圧力をかけ、エブエは、 苦し紛れのタックルを放って警告を受けた。数的不利のアーセナル FC は35分にフリーキックからソル・ギャンベルがヘディグシュートで先制点を決めた。この発端となったファールはカルレス・プジョールがエブエを倒したことにより獲得したものであるがエブエのプレーがシミュレーションであったと考える者も,もいた。前半終了間際には FC バルセロナのエトオがシュートを放ったが アルムニアが引いたボールはゴールバーに当たって得点にはならずアーセナル FC が1点のリードを保って前半を終えた。FC バルセロナは前半途中に負傷したエジミューソンをイニエスタと交代させて後半に備えた。後半が開始してすぐの時間内は両チームとも決定機を作れなかったが6分にはイニエスタがアルムニアにセーブを強いるシュートを放った。 60分には FC バルセロナがマルク・ハン・ボメルを下げてストライカーのラーションを投入した。その数分後にアンリからのパスを受け取ってアレクサンドル・フレブが放ったシュートは枠外人だ。アーセナル FC は相手 FW への圧力を強めアンリとユングベリの二人がシュートを放った。FC バルセロナはオレゲール・プレサスをベレッチと交代させアーセナル FC はセスク・ファブレガスを マチューフラミニと交代させた。76分、イニエスタがサイドにいたラーションにボールを展開し、ラーションからのパスを受けたエトーが、同点ゴールを埋めた。その4分後にはラーションがベレッジにクロスを上げ、ベレッジが放ったシュートは、アルムニアの足に当たって、ゴールに入り、FC バルセロナが2-1と逆転した。アーセナル FC は、フレブをベンチに下げ、レジェスを投入して、同点ゴールを狙ったが、 その逆に、FC バルセロナに追加点のチャンスを許し、樹里に枠内シュートを打たれた。そのすぐ後にはラーションが、アルムニアのプレーを妨害したとして、警告を受けた。アーセナル FC の反撃も虚しく、FC バルセロナが2-1で勝利して、優勝を決めた。表彰台が、速やかに、グラウンド中央に設置され、FC バルセロナの選手たちが優勝トロフィーと、 優勝メダルを受け取りた。キャプテンのプジョルは UEFA のレナート・ヨホンソン会長から優勝トロフィーを手渡され、クラブ2度目の優勝に対して祝福の言葉を受けた。試合開始時点でロナウジーニョが得点ランキング2位、7得点、エトウが得点ランキング4位、対5得点に位置していたが9得点のアンドレイ・シェフチェンコには及ばず、シェフチェンコが 得点王のタイトルを獲得した。8月25日に行われた UEFA スーパーカップでは UEFA カップ王者のセビージャ FC に3-0で快勝した。12月には FC バルセロナは FIFA クラブワールドカップに出場し、初戦となった準決勝のクラブアメリカ戦に4-0で大勝したが、決勝ではコパリベルタドーレスで優勝した。 SC インテルナシオナルに0から1で敗れた。アンリニャクラド、アンリニャクラドレーマンに退場処分を下したテリエ、方下主審の判定に対して様々な議論が湧き起こった。サッカー評論家のマーク・ローレンソンは、レーマンが退場になって、試合は変わってしまったのべ、アーセナル FC のアーセン・ベンゲル監督は、レーマンが退場して、11人のボール回しの巧みな、 選手を相手に我々は10人で残り70分間を戦うことになったと述べて退場処分の重さを嘆いた。ベンゲル監督は、レイマンの退場処分に関しては、公然とした批判を避けたが、オフサイドの疑いがあった江藤の同点弾については、判定に文句をつけた。若手の多いアーセナル FC が一回り成長して、再び決勝の舞台に戻ってくることを明言した。 監督が主審に対する批判を避けた一方で、アンリは僕はあらゆる場面で FC バルセロナの選手に蹴られた。審判が仕事をしてくれるものだと思っていたが、ファウルを取ってはくれなかったと述べた。FC バルセロナは試合の数ヶ月前からアンリに接触しており、残留と遺跡の間で揺れる彼の挙手は様々な憶測を呼んだが、5月19日にアンリは、 新たに4年契約を結び、FC バルセロナへの遺跡の噂は、立ち消えとなった。アンリは、試合後に、ラーションの優勝への貢献に賛辞を呈し、人々は、ロナウジーニョや、エトウやジュリを称えるだろうが、僕はラーションを称賛したい。彼が試合の情勢を変え、彼が試合を仕留めたんだ。今夜ばかりは違いを生み出す真のサッカー選手である、ラーションについても語るべきだよと述べた。 実は、アーセナル FC を圧倒した彼のプレーは特に、海外のメディアに注目されたのである。ニアシストを決めたラーションは、僕は、プレーするのが好きだ。FC バルセロナには、優れた選手たちがいるから出場時間が少なくなって、しまうんだと述べ、FC バルセロナを離れる決断をしたことに後悔はないと、語った。序盤にファンブロンクホルストは、古巣からの勝利で、感情的になり、 決勝に勝つのは特別だ。そして、古巣からの勝利は、もっと特別だと述べた。同点弾を決めたいとは、リバプール FC が AC ミランを逆転で破った試合を引き合いに出し、決してタオルを投げないと自分に言い聞かせたんだと述べた。ライカールト監督は、試合における GK バルデスの役割を称賛し、彼が決定的な役割を演じた。重要な場面で、 彼のプレーが我々を救ったと述べた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。